長野県水内軍の範囲水内軍は長野県にあった軍。現在の下記の区域にあたるが行政区画として確定されたものではない。古くはミノ地ゴーリ、ミノと呼ばれた。奈良時代後半に全国から9人が各々の全行によって朝廷から褒美を得ていて、そのうち4人までが品濃国からであり、小阪別チ丸と倉橋部新人の2人が当軍の人と、 俗に本気に記載がある。平安時代の演技式和名類受賞にも水内軍の名が見られ合名はもい大田、セリタ、オア大島、古野、赤星、中島と記述されている。軍画は長野市南長野の県庁遺跡に否定されている。平安時代後半の創名立ち蘇生中期に、 前光寺が当軍に存在することが記されており、前光寺の名と共に広く知られていた。戦国期には、越後国上杉氏に属した桂山氏が勢力を誇っていたが、海の国の武田氏は、越後上杉氏との川中島の戦いにおいて、光子2年頃から桂山氏に対する調略を行う。光子4年には、上身の地群中城村の柏八条に在番手を入れ、 支配拠点都市、小日から所、室住虎貞、水上六郎兵衛、三輪州、坂西らを配置した。武田氏は、A69 年頃から、反物から、宝書式主院員の切り替えを行っているが、武田氏の水内軍支配において、宝書式主院員の笹具者の多くは、信玄側近の後部正氏が務めており、勝氏が担当法者であったと考えられている。 ありがとうございます。